ということで、季節の秋、秋といえば何を食べても美味しい季節です。というわけで、今回はキャラクターズのみんなとゆっくりお月見をしましょう。中秋の名月をめでながらお団子を頬張るのです。普段は血だまりさや争いをさせていますからね。たまにはその後のイベントもよちよち。ほら、見てください、ちょうどお月様も眺めろと言わんばかりに。あれ、なんかいつもと模様が違うような。わわわ、神経使い発生。落ち着け、報告が来ています。色がないのはいいですが。です。まさにです。端的に言うと、地球滅びますんです。です。月に来るのさびらかないトレアが暴走したです。ナチュラの隕石を落として地上を滅ぼすつもりだ。はい、隕石落としたらまた5点と通報を。隕石が頭との理由は残り数十日。いやー、せいなカウントダウン開始です。それでもなんとか詰め子が死亡率。さあ、野郎ども、対策の時間だ。てめえともに。人形たちによる雑な説明を受けた赤ずきんとかぐや姫、そしていばら姫の3人は改めて夜空に浮かぶ月を見上げた。あそこに地球に隕石を落としちゃう悪いウサギさんがいるんですか？まあ、月もだいぶ物騒になりましたわね。いまいち緊張感のない三人に対し、内心では人選ミスったと思いながらも、人形たちは冷静に答えた。三人には月に行ってもらいます。落とされる前に落とす、つまり勝ち込みです。月といえば私、私といえば月。いわば実家に帰るようなものですわね。無重力でも地しぶきって飛ぶのかな。どうなるのかすっごく楽しみです。宇宙で眠るのはいいけど、地球を救えって超面倒か。はあ、やっぱり人生ビビりましたかね。赤ずきんが無重力下での遊びを想像して興奮する傍らで、茨姫はすっかり寝入ってしまっている。
そんな年下二人の微笑ましい様子に目を細めていたかぐや姫は重要なことに気がついた。月にはどのような方法で？もちろん宇宙船です。ちゃんと技術顧問も証明しましたよ。技術顧問と聞いたかぐや姫の頭に一人の人物が思い浮かぶ。それは、はーい、いい宇宙船作りますよ。意気揚々と現れたドロシーにかぐや姫は心から不安のため息をついた。隕石落下まで残り89日。ドロシーが宇宙船を完成させるまでの間、かぐや姫と赤ずきん、茨姫の3人は宇宙飛行士の訓練を受けることになった。本来なら何年もかけるのですが、今回は特別探知プログラムで行きます。そうね、行ってこーい。威勢のいい掛け声とともに3人が放り込まれた先は遠心加速器だ。容赦なく360度ぐるぐると高速で回る。それは体に強烈な G をもたらす。放り込んでおいてなんですが、これ素人にはかなりきついかも。まあキャラクターズですし、死んでも代わりはいるかと人形たちは笑った。容赦ない G に耐えた3人が次に放り込まれたのは無重力環境下での船外活動を想定した訓練だった。深さ10メートル以上はあろうかという巨大なプールにクレーンに吊られたままズブズブと沈められていく。さすがに泣いちゃったのですね。心配しているのか楽しんでいるのかわからない疑心の笑い声が響く中、ザブーン、ザブーン、水攻めもたまりませんわ。三人は思い切りプールを楽しんでいた。隕石落下まで残り60日。かぐや姫、赤ずきん、茨姫が月に行くための訓練に励む一方で、ドロシーとアンキは
宇宙船の開発を進めていた。なんでわざわざスペースシャトルを作るのですか。ドロシーから設計図を渡されたアンキは首をかしげる。スペースシャトルはもともと再利用を想定して開発されたが、コストの問題で宇宙開発から引退して久しい。なのになぜ今と問いかけるアンキに、ドロシーはにやりと笑った。答えは簡単ですよ。かっこいいからです。そう語るドロシーの瞳は、好きなプラモデルを手にした少年のようだった。効率だけを追求するのもありですが、他人の金を好き放題使えるなら自分の好きな形にした方が絶対いい。そう、私の魂が語っているのです。なるほど、納得。ちなみに他人の金と書いて、他人の金と読みます。使い込むっきゃないですね。どうせならとことんまでやります。私たちの手で宇宙開発史に新たな1ページを。燃えてきた。開発室の方からボタンを感じますが、まだ自分が乗るわけじゃないし、いいか。どうして落下まで残り6日。とうとうドロシーとアンキの夢と希望と欲望と、何かこうありとあらゆるものを詰め込んだスペースシャトルが完成した。これがシノーズ1号です。満を持してのお披露目にドロシーは感涙し、人形たちは胸を熱くする。これで地球を救えるのですね。では実家に帰らせていただきます。シャトルに乗ったかぐや姫ののんきな言葉が管制室に響くと同時に、ドロシー渾身の特注エンジンが点火される。そうしてシノーズ1号は無事空へと飛び立った。上昇による強烈な G がかぐや姫たちの体をこれでもかと抑え込む。ガタガタと揺れる船内、それを窓から差し込む太陽光が容赦なく照らし出している。これ壊れないよね。さすがに眠れないのか、茨姫が不安のつぶやきを漏らした。しかし赤ずきんもかぐや姫も答えられない。何せドロシーさん制作ですからね。その時ふっと光が消えた。同時に全ての音が聞こえなくなる。外を見たかぐや姫は一瞬にして理解した。そこに広がる光景は宇宙だと。
物が浮いてます。これが本物の無重力なの？ああ、体が軽い。もうベルトを外してもいいですか？僕も浮きたいです。ふわふわしたい。ちょっと待って、安全を確認してから。宇宙、月、そこは私の故郷。もうかぐや姫は宇宙の先輩なんだから、うっとりしてないで、少ししっかりして。誰か私をいじめてください。ふわりふわりと夢の中、雲のベッドでぐっすりすやすや。無重力の中で茨姫は実に気持ちよさそうに眠っている。一方、船外活動に出た赤ずきんとかぐや姫も。あれ、壊してもいいですか？未確認飛行物体は異星間戦争になりかねませんので。それなりに楽しくやっていた。もし今ここで宇宙服を脱いだら、有害な太陽光が肌を。かぐや姫、危ねえ欲望は抑えて。あの人工衛星と遊びます。赤ずき、人工衛星はダメ。ああ、肌を晒したい。どんな痛みが。せーの、ドーン。もう、うっかり寝てられないじゃない。他にツッコミ役を用意して。私をいじめてください。すっかり無重力になれた赤ずきんは船内で退屈を極めていた。茨姫、遊びましょう。空中に浮いている水の玉をどっちが先に飲めるか競争です。付き合ってあげてはいかがですか？後で膝枕をしてあげますからね。ねえ、茨姫。仕方ないな。浮いた水を追って仲良く遊び出す二人をかぐや姫が微笑ましく眺めていると、何の前触れもなくシャトル後方部から爆発音が鳴り響いた。隕石落下まで残り3日。
突如として起きた爆発、鳴り響く警報音、船内は明らかに異常を示している。管制室、聞こえますか？はい、こちら管制室です。かぐや姫の緊迫した声が届いたのか、すぐにドロシーが応答した。船内で爆発が起きています。急ぎ修復と原因究明を。あ、原因は分かってます。エンジンです。ちょっと無理な改造でしたかね。まあ、科学の発展に犠牲はつきものなので。はあ、え？ドロシーのあっけらかんとした答えにかぐや姫は呆然とした。やっぱりドロシーさんは信用できませんわ。耐久性に問題ありでしたね。何無責任なこと言ってるの。イバラ姫さんは寝ててもいいですよ。この状況で寝られるわけないでしょ。なんだか騒がしくてパーティーみたいです。赤ずきんさんはいつも通りでいいですね。ほら見てください、お月様も笑って。月？大変、このままでは衝突します。どうして。壊れたシャトルはぐるんぐるんと回り出し、ものすごい勢いで落下を始める。もはや終わりかと覚悟を決めた3人だったが。おや、ラッキーでしたね。管制室のドロシーが簡単な声を上げた。なんと船は奇跡的に不時着し、結果的に月へとたどり着いたのだ。まあ、これも私の実力ですね。ドロシーの声を華麗に無視した3人は宇宙服を着込んで月の地に降り立つ。平地が広がるそこは静かの海と呼ばれる場所だった。平地の向こうにうっすらと建物が見える。おそらくそれがウサギ型ナイトメアたちの基地だろう。じゃあ早速遊びに行きましょう。待って、いきなり行ったら帰り討ちに会っちゃうかも。それならこれはいかがでしょう。ウサギは目が良くないので。ほら、本当にこれで騙されるかな。不安そうな茨姫をよそに、赤ずきんはすっかりなりきって飛び跳ねている。うさ耳と尻尾をつけた三人は仲間を装ってうさぎたちの基地を訪れた。隕石落下まで残り一日。のお仲間です。ウサウサ。はい、お友達です。ウ
さうさ。ほら、茨姫さんも。ふう、うさうさ。っていうかこれ、やっぱり無理があるんじゃ。うさうさ。よし、どれ。へえ。これでは体のほてりが収まりません。無事基地内に潜入した三人は、そこに広がる光景に目を見張った。可愛らしいウサギたちが、せわしなく動き回る通路の壁には、打倒人類や人間を許すなと書かれたポスターが一面に貼られ、その傍らでは、人類皆殺しと叫びながら餅つきをするウサギが、群れをなしている。おそらく憎悪のオーラで練られた餅は、それだけで人類を抹殺するに十分たる効果があるだろう。お餅すら兵器にするなんて。おののくかぐや姫の横で茨姫はつぶやいた。でもお餅ってもともと危なくない？そう、餅による窒息事故は年間数千人にも上るのである。ウサギたちは簡易な変装をしたかぐや姫たちを仲間だと認めたらしい。お前たちも実験に使われたのか？と問いかけてくるウサギに流れでうなずけば、いたわるように肩を叩かれた。さぞかし人類が憎かろう。よし、リーダーに会わせてやる。そう言って連れられてきた広場には一匹の威厳あるウサギが佇んでいた。あれがウサギ型ナイトメアたちの指導者だろうか。その背後では何やら大きな機械がブンと鈍い音を立てていた。新入りか。安心するがいい。このスペースデブリ集積装置はお前たちの恨みを晴らすからな。デブリ集積装置？ああ、これは宇宙のゴミであるデブリを集め、重力制御することができる装置。これを使って集めたデブリを地球に落とす。自らのゴミで人類が全滅する様を共に楽しもう。そんなに人間が憎いの？当たり前だ。生前の俺たちは宇宙開発という名のもとに空へと打ち上げられ、人間たちに殺された実験動物なのだから。ことだったのね。眠気で落ちてきたまぶたをこすりながら、茨姫は心の中でつぶやく。ここにいるウサギたちは人間によって宇宙船に乗せられ命を落とした。
実験動物たちの本念から生み出されたナイトメアだったのだ。人を憎むのもやむなしですが、迷いを見せたイバラ姫にかぐや姫は視線を送る。同情してはダメだと。ナイトメアと化したからにはそれはもう確かな化け物なのだ。かぐや姫の視線から目をそらしたイバラ姫はしかし小さくうなずいた。それまでおとなしくしていた赤ずきんが唐突に手を挙げた。もし人類が滅んじゃったら遊び相手に困りませんか？うさうさ。その質問にリーダーは鼻をひくつかせる。人類以外にも遊ぶ相手はいるだろう。そうですけど、人間が一番面白いです。なるほど、そうか。リーダーはタンと足を踏み鳴らした。やはりお前たちは人間だったか。張り上げられた声とともにウサギ型ナイトメアたちが一斉に襲いかかってきた。いい線を言っていると思ったのですが。人間、俺たちをバカにするな。お前たちはいつだってそうだ。俺たちが何も知らないと思って命をもてあそぶ。実験台にされたと悟った俺たちの絶望、嘆き、この広大な宇宙に捨てられスペースデブリとなった俺たちの苦しみを貴様たちも思い知るがいい。これで体のほてりが収まりません。ウサギたちと大いに戯れていた赤ずきんは違和感を抱いた。あのリーダーウサギがいない？はっと気づいて装置に目をやるが、すでに遅い。戦いの混乱の中、リーダーは着実に起動シーケンスを実行していた。これで人類はおしまいだ。思い出ごと消えてなくなれ。リーダーが最後のトリガーに手をかけたその時、派手な爆発音とともに基地の屋根を突き破って宇宙船が落ちてきた。ナイスタイミングでしたね、ドロシー。赤ずきんの驚きに地球にいるはずの技術者はにっこりと笑った。
迎えに来ました。これすごいんですよ。1号から改良を重ねてワープ機能もつけたんです。どうですか。最初からそれで行けばよかったんじゃ。1号の犠牲があったからこそですよ。こういうところがドロシーさんですわね。クソ人間め、どこまでも邪魔を。どうしてお前たちは、どうして。ウサギさん、これでは体のほてりが収まりません。途中から参戦したトロシーの活躍もあり、ウサギたちの野望は見事阻止された。月の基地は壊滅し、残るは瀕死のリーダーウサギだけ。イバラ姫さん、横たわるリーダーに手を伸ばすイバラ姫に、かぐや姫は問いかける。もう死ぬだけならいいでしょう。え、お好きなように。茨姫の意図するところを察したのか、かぐや姫はふっと笑ってシノーズ2号の扉を開けた。少女の腕に抱かれながら、ウサギは近づいてくる青い星を戦争から見つめていた。綺麗だな。思わず漏れたつぶやきに、少女が優しく頭を撫でる。目を細め、耳を倒して、その温かな手を受け入れたウサギは、気持ちよさげにひくひくと鼻を動かした。会いたいな。次第に弱くなる声に合わせるように、少女はそっとつぶやいた。大丈夫、夢の中で会えるよ。それはほんの一瞬、死の間際が見せた夢。ウサギは大好きな少女の胸に抱かれて、イバラ姫の腕の中に小さな重みとともに重力が返ってきた。自分の近くだったんですよね。助けちゃいましたけどね。